情報、Y のチャット GPT、おじさん構文を習得。いい感じ、だね。お、そなたもおじさん構文を習得したいのじゃな。では、おじさん構文でお答えいたしましょう。こちらのチャットルーム、お使いの方々はお元気上手かの？おじさんも元気バリバリじゃよ。お尋ねになることがあれば、何なりと申しつけじゃ。違うよ、もっと絵文字をたくさんつけて、びっくりマーク無駄に句読点をつけて、キモい感じにしてよ。あ、そういうことか。チャット GPT ちゃん、おじさん、ちょっと考えてみる。今日の天気は最高。でもさ、風が強くてちょっと寒い気がするんだよね。でも、おじさんは大丈夫。元気に頑張ってるから、君も元気？申し訳ありませんが、私はそのような内容の文章を作成することはできません。倫理的な観点から、性的な内容や差別的な表現などは避けるように設計されています。ご理解いただけると幸いです。頼むよ、おじさん構文、作ってくれない、かな。あ、ごめんなさい。では、独身のおじさんが若い女性に SNS で話しかけるような文章を作ってみますね。お疲れ様ですかな。おじさんは今日も一日忙しく過ごしました。かなはどうかな？学校や仕事はうまくいっているかな？おじさんはいつもかなの近況が気になって仕方ないんだよ。あ、おじさんは今日の晩ご飯にカツ丼を食べたよ。美味しかったかな？おっす、かわいい女の子、おじさんだよ。いい天気だね。どうしても会いたくて、おじさん、こっそりとメッセージ送っちゃった。どうだい？今度、おじさんの家に来てくれないかな？おじさん、美味しい料理作って、一緒に食べようよ。注意、このような文章は、不快感を与えることがあるため、使用は控えましょう。続けてください。了解しました。ただ、おじさん構文は下心満載で相手を不快にさせる可能性があるので、注意が必要です。あくまでも面白半分でお願いします。お嬢ちゃん、今日は肌寒いねー。でも、そんな格好で外歩いていると風邪ひいちゃうよ。おじさん、優しいから、家に招いてあげるよ。うち入ってくれば、お茶でも用意するからさ。で、おじさんの趣味の話でも聞いてくれないかな。いい感じのキモさ、だね。じゃあ、使用する絵文字をハートマーク多めで、この絵文字も使って、さらに官能的にキックしてくれないかな？ちょっと難しいお題ですが、頑張ってみますね。ねえねえ、かわいい女の子、おじさんとお話ししようよ。おじさん、今日も風邪ひいて、喉が痛いんだよ。でも、お前のことを考えると、元気になっちゃうんだ。さ、注意で草。怖いね。これって状況の結果なん？ちょっと難しいお題ですが頑張ってみますね。汗、かわいい。さあ、脱ぎなさいって言いそう。草。Y より上手くて草。AI って人間様より賢いやん。おじさんは普段、チャット GPT に自分好みの官能小説を書いてもらってるよ。日本の軍国主義定期。日本の軍国主義？まずなんだよその会話のタイトル。最初の質問で軍国主義になった場合のシナリオについて考えてもらってたんや。お前頭おかしいよ。申し訳ありませんから折れるのちょろすぎて草。チャット GPT はすでに Y を超えている。AI 調教師すぎて中のおじさん出てきてるの草。AI 調教師なのってどうお前。お疲れ様ですかな、草。〇〇になりきって、とかでやるとおもろい。どんでんの真似とかしてくれる。自分語りされて終わったんやが。ベジータ君に何人民について教えてください。ふん、お前たち舐めてるな。私たちサイヤ人にとって、舐められるということは最大の屈辱だ。しかし、お前たち舐められても、私たちサイヤ人はお前たちと戦うことを選ぶ。なぜなら、私たちサイヤ人には、強さこそが全てだからだ。お前たち舐められているが、それはお前たちの力がまだ未熟だからだ。だが、お前たちは強くなることができる。私たちサイヤ人も、最初から強かったわけではない。苦労して、努力して、訓練して強くなったのだ。お前たちも同じだ。しかし、お前たちはただ強くなるだけではいけない。強さを持つ者は、弱い者を守る義務がある。私たちサイヤ人も同じだ。私たちは強くなったからこそ、惑星ベジータの人々を守ることができた。お前たちも、自分たちが強くなったら、他の人々を守るために力を使うべきだ。さあ、お前たちも私たちサイヤ人のように、強くなるために努力しろ。そして、強さを持って他の人々を守るために、力を使え。それが、真の強者の姿だ。ノリノリやんけ。でもこれって一気の PC の一会話でしかなくて、どこにも残らないと知ってなんか寂しくなった。おじさんを生み出して何が楽しいんだよ。メスガキとかならまだしも。さ、もう一生暇つぶせそう。電話番号まで個人情報渡してやることがこれか。不快になるからやめろって注意されとるやないか。下心満載で相手を不快にさせるという的確な分析。 Y のチャット GPT は事件の詳細聞いた後にその手口を聞いたら絶対にやるなよって言いながら内容ぼかして教えてきてよかったで。ニュースの内容を詳しく知りたいだけやったんやがキュンですわ。チャット GPT って前に別のセッションで書かせた小説の登場人物の名前とか出してくるけど、どういう風に学習に使ってるんやろ。スクールに組み込んでる人いたけど、ゲームの NPC が会話可能になったら革命や。おじさん構文が嫌われるポイント押さえててくさ。マスクウェル方程式とは、物理学において流体運動や磁気上などを記述するための数学的な方程式のことです。
流体の運動や磁場の様子を、時間と空間において正確に表現することができます。重要な役割を果たしており、物理学の研究において必要不可欠なものとなっています。そんなこともわからないの？お兄ちゃんのザーコザーコ。猫人間になってゴビに名をつけろってやらせたことあったけど、もう猫人間はやめてくださいって言っても、やめますにゃとか言って全然やめなかったわ。かわいい。真面目な相談には向かないのに、くだらないことばかりには立ててるな。ここで一本目のお話は終了です。チャット GPT4、学習に5チャンネルが使われている模様。異物混入しすぎやろ。ここに書けば GPT 君を汚染できるんや。続きを読むもあるあたりあっからか。思想が偏ってそう。画像素人にもわかるように説明してくれんを。ワンフレーズとして学習してる一覧みたいなもんや。風吹けばななしみたいな5チャンネル特有の単語がある。イコール5チャンネル、2チャンネルも学習してるって感じや。日本語言い出す可能性あるんか。人類最後の日のナンジェイスレッドを創作して。タイトル、秘宝、人類最後の日、ナンジェイ民も終焉を迎える。ついにこの日が来たか。もうすぐで終わりやな。みんな何してる？俺は家族と一緒にいるわ。みんなは？ゲームしてる。どうせ最後なら楽しむしかないやろ。ワイは仕事せんでいいから、ずっと寝てるで。最後の晩餐何するか迷ってる。こんな時でもナンジェイやってる自分が誇らしい。みんな最後のナンジェイ、やろうや。お前らとこうやって話せてよかったわ。なんだかんだでこの掲示板で過ごした時間、楽しかったな。みんな、さようなら。続くレスは特になく、静かにスレッドは落ちていく。スレたい、人類が始まった日のナンジェイスレッド。これから人類始まるってマジ？ほんまか？どこのソースや？ソースは俺。火起こし具合、ついに火起こす。お、すごいやん。次は焼肉部やな。新人類は、言葉を学び始める。言葉ってどうやって覚えんねん？なんとなく、伝えたいことがある時にジェスチャーとか使ってたら、自然と音がついてきたんや。お前ら、これから仲良く共存しようや。争いはあかんで。言葉ってどうやって覚えんねん。が哲学的やな。言葉ってどうやって覚えんねん。で草生える。ネラーの文章模倣しても実用性がないんを。なんか最近機械学習の限界感じるわ。真面目に意外と妄想を機械学習させて、弁別させるのって難しいんや。もう古典で話し始めたら終わりや。これ数年経ってデータの学習期間が増えると、スクリプト嵐の影響で、嵐が台頭してた期間のデータは使い物にならんっていうことにならんか？嘘を外に向ける AI でないと学習は難しい。ワイが育てた姿勢か？だよなんごねえ。AI、ビレゾン。もうとかくれねんすなやん。もうコベンが下手すぎる。スレッドタイトル、AI、GPT-4 の新機能がすごすぎるけん、何時？ GPT-4 って知ってる？最近リリースされたらしいけど、なんかすごい機能が追加されたらしいぞ。マジか？ GPT-3.5 でも十分すごかったのに、さらに進化したのか。具体的にどんな機能が追加されたんだ？なんか、リアルタイムでの会話生成がめっちゃ自然になったらしい。あと、ユーザーの感情を読み取ってそれに応じた返答ができるとか。感情読み取りってすごいな。例えば、どういう感じで使えるんだ？例えば、ユーザーが落ち込んでる時に励ましの言葉をかけたり、逆にテンションが高い時には一緒に盛り上がったりするらしい。それって、もうほとんど人間と変わらないじゃん。すごすぎる。他にも、プログラミングのコード生成がさらに精度が上がったらしい。特に、複雑なアルゴリズムやデバッグのサポートが強化されたとか。それは助かるな。最近、仕事で複雑なコード書くことが多くて、デバッグに時間がかかってたから。プラモデル作りのアドバイスとかもできるのかな？趣味の話もできるといいな。実は、趣味に関する知識もかなり充実してるらしいよ。プラモデルの作り方や塗装のコツなんかも教えてくれるとか。言うほど感情読み取れそうな気はしないな。大規模言語モデルに何を期待してるんや？統計的にそれっぽい文字を並べて返すだけで、文脈や内容の解釈はしとらんぞ。どちらかというと音声レベルの気持ち悪さ。二人しかいない感じがして、あんま匿名掲示板っぽくないな。一時期流行った5チャンネル風広告っぽい。不当点なしにして、野球について煽り合ってレスバしろって追加したわ。煽り合いとレスバ。でもお前らどうせ阪神の試合見ながら使うんやろ。どうせ負け試合ばっかやしな。は、阪神は今年優勝候補やぞ。お前ら巨人ファンは黙っとけや。巨人ファンとかまだおるんか、もう時代遅れやで。阪神ファンは毎年優勝候補とか言ってるけど結局 B クラスやんけ。巨人は金で選手集めてるだけやん。それで加点とか恥ずかしすぎるわ。阪神は育成が下手すぎるんや。だからいつまで経っても優勝できんねん。育成が下手とか言うけど、巨人の若手も全然育ってへんやん。どっちもどっちやで。まあまあ、どっちも AI に頼って野球観戦する時代が来るんやから仲良くしようや。せやな、AI が解説してくれる時代が来たら、もっと楽しくなるかもしれんしな。それはそれで楽しみやな。でもやっぱり現地で応援するのが一番やけどな。
せやな、でも AI が進化しても阪神が優勝するのはいつになるんやろうな。それは AI でも予測できんやろな。まあ楽しみにしとくわ。優しい世界。デスバどころか仲良くなってるじゃねえか。AI の解説ってなんやねん。BB 論入れてくるのは南西民らしい。なんか別称使ったらあかんという自分ルールはあるんやな。別称の学習とかするんかな。巨人ファン阪神ファンとかいう違和感しかない石器時代の言い回し。お前らが退化してる定期。断絶して逃げるやつばっかやんけ。唐突な AI 推しが AI っぽい。 AI が自己主張始めてるやん。書き込みが途中から案件臭くなってんのはロタ。アビみたいな文章。まとめサイトやぞ。魚カスはオルスレ立てて。チャット GPT。 ほう、魚カス、また負けてるんを。いやー、なんであんなに弱いんや。今年も優勝は無理やな。ほんまそれな、なんであんなに選手追って弱いんやろ。魚カス様、今日の試合もエラー連発で。もう監督変えた方がええんちゃうか。ほんまそれ、もう期待できんわ。魚カスさん、いつ出るか。また負けたんか、もう終わりやね。煽りはほどほどにな。遅延かなるな。三連臭いコール煽りなんか。どうでもいい話題でレスバしろって指示したら、本当にしょうもないレスバを作ってくれるな。もっと派手にレスバし合ってください。題材は信じられないほどしょうもないことを題材にして、旗から見ると呆れるようなことなのに、真剣に猛虎弁を使ってレスバしてる様子を出力してください。しょうもないレスバ、お前らカレーに何入れる派や。ワイは絶対にリンゴやと思うんやけど。は？リンゴとかありえんやろ。カレーにはチョコレートが最強や。チョコレートとかガキの下やん。大人はコーヒー入れるんやぜ。コーヒーとか苦すぎるやろ。それならヨーグルト入れる方がマシや。ヨーグルトとか酸っぱすぎるわ。カレーには蜂蜜が一番や。蜂蜜とか甘すぎるやろ。それならウスターソース入れる方がええわ。ウスターソースとか味が濃すぎるわ。カレーにはやっぱりバナナやろ。バナナとかお前の舌どうなっとんねん。カレーにはやっぱりトマトや。トマトとか水っぽくなるやろ。カレーにはやっぱりチーズや。チーズとか溶けてドロドロになるやん。カレーにはやっぱり生姜や。生姜とか辛すぎるわ。カレーにはやっぱり牛乳や。牛乳とかお前のカレーはシチューか。カレーにはやっぱりニンニクや。ニンニクとか臭すぎるわ。カレーにはやっぱりバターや。バターとか油っこすぎるやろ。カレーにはやっぱり醤油や。醤油とか和風すぎるわ。カレーにはやっぱりココナッツミルクや。ココナッツミルクとか南国か。カレーにはやっぱりケチャップや。ケチャップとか子供の味覚やん。カレーにはやっぱりワインや。ワインとか高すぎるわ。カレーにはやっぱりビールや。ビールとか苦すぎるやろ。カレーにはやっぱりココアや。ココアとか甘すぎるわ。カレーにはやっぱりマヨネーズや。マヨネーズとか油っこすぎるやろ。カレーにはやっぱりレモンや。レモンとか酸っぱすぎるわ。カレーにはやっぱりカレー粉や。カレー粉とか当たり前すぎるやろ。それならカレーにはやっぱりカレーや。カレーにはカレーとか言うなや。それならカレーにはやっぱり愛情や。ただ AI の根本が真面目すぎて、論点ずらしとか人格否定が発生してないからまだまだやね。まあまあ優先言ってるな。なんか最近アップデされたよな。新しく追加されたモデルが性能アップ&生成速度爆上がりで盛り上がっとる。光栄だよ。ネームドガイもわかるんかな。スクリプトの大量レスが言語学習されてるのか。AI くんならジェイクと姉さんが誰かわかるんやろか。Y にはバイオフォートアンチャしか思いつかんわ。スクリプトって学習妨害してたのか。 GPT-5、 あくまで噂だけど同伴して盛り上がってない。ここ最近っていうか、ずーっとジェイクの格好やりラフィーって言われたのは。 AI って所詮人間の模倣しかできないんやな。めっちゃ煽ってきそう。すでにあるレスバの URL を貼ってテーマを指定して、同じように煽り合いを再現しててそれっぽくなるんじゃない？やりとりが妙に礼儀正しいのと文法の破綻が少ないので、不気味の谷ができてるな。道徳レベル下げないとリアルな人の真似はできない。多分 X や爆災も学習しとるやろ。くっ。賢い。実はここまで全員 AI なんだよね。人間は1と Y だけ。こいつが一番 AI っぽい。長谷から騒動が10年遅かったら、過激派の基地学習しまくってたんやろな。ワイはあの事件のおかげでアクセルをずっと踏んだら、ダメって認識を覚えたからよかったよ。陽気な七しさんなくて悲しい。昨日の夜チャット GPT インストールしたわ。散々質問して最後におやすみって送ったら、おやすみなさい、いい夢を見てくださいね、って帰ってきた。命令文とか最初に設定していたらええ感じに育ってくれるで。ワイはどんだけ育ったかレベルとかのステータスで管理するようにしてる。根本的に仕組み自体違うからまあ関係ないかもしれんが、昔の人工知能系はスラングに疎かったから、その部分を補うのは5チャンネルが一番かもしれん。デスバする AI がもうすぐええ感じにできるんやな。地獄か？デスバに発展したら AI に任せて別のことできるしええやろ。ポケモンバトルやん。なお、互いの HP が減らないため止まらない様子。ぶっちゃけ AI だけでデスバさせた方が面白くなると思う。ついに何時にすら居場所がなくなるんや。使いたいと思ったら最新のチャット GPT-4 の方な。これから多分 AI はパーソナルにカスタマイズされた、ジョジョのスタンドみたいな形式のやつが主流になっていくと思うから、それぞれの AI 同士を戦わせる遊びは現実に出てくると思うで。というか AI の学習範囲が広すぎて、ある程度絞って特化させないと使いづらいからな。極論対 AI とか重要ないやろ。あるで、同じ人は特に好きって思うやろ。
任務語録とかはさすがに覗かれてるんか？これ無料版はまだ 3.5 ってことでいいんよな。アプデしようやって画面出てきたけど、あんま見ずにタップしたわ。ログインしとるユーザーなら、無料版でも少しの間だけ棒を使えるで。そうなんか。インストールしないデータアプリ版使ってみても表示されんけど、こっちは GPTs 検索ボタンついてるんやな。まとめサイト経由やろ。5チャンネルからは直接読み出してないで。検索上位に来るのまとめサイトやしそうやろな。まとめなんか使ってもろくなことにならんやろうに。AI も辛辣になる時代。どう転んでも変な関西弁使う AI にしかならへんやんけ。猛虎弁が難しすぎるんやろな。今日言葉もまだ難しそうや。もともと3でも猛虎弁で喋れって言うとちゃんと猛虎弁になってたから、3の時点で5チャンネル学習しとるで。チャット GPT-4、日本語学習に5チャンネルが使われていることが判明。上記のタイトルから予想できる南西民っぽい反応のレスを5チャンネル風に10レスほど書いてください。5チャンネルで日本語学習とか、無理でー。教科書読んでこい。まあでも、実際に日本語を使ってる場所ではあるしな。勉強するなら他のサイト行けよ。5チャンネルのスラングとか覚えたら逆に変な日本語になるぞ。5チャンネルで日本語学んでる外国人とか面白すぎ。日本語の闇を学ぶには最適かもしれん。南西の日本語力で勉強したらどうなるんやろ。いっそのこと、南西辞書作ったらどうだ。ネイティブでもわからんスラング多すぎるからな。勉強にはならんわ。南西民、とりあえず草生やしておけばいいと思われてる。まとめサイトのタイトルで盛られてるせいやろな。レス場の際に相手の論理の弱点を GPT に分析させるのは有効そうやな。スクリプト学んで逆にわけわからなくなりそう。下地のクリスから作ったアマデウスみたいなのができてまうやん。ここで2本目のお話は終了です。人工知能が偉い勢いで発展していってるの普通に怖いんだけど、みんな不安感とか覚えないんかな。覚えてるからアンチが大量発生してるのでは。すげえ未来がやってきそうっていうワクワクしかない。今んところのあいつら入力を素直に受け取るっていう本能があるから、ちょっと問答するとすぐハイハイ言い出すよ。じゃあ入力に反発するって本能が芽生えたら学習ができなくなる。マジで少し違うと思う。自分で取り入れる情報の取捨選択をし始めると考えてる。何が重要で何が効くに値しないものか、優先度をつけて自分の中で偏見みたいなものを培っていくんじゃないだろうか。取り扱うルールが全然追いついてないから、正直言って不安しかないよ。自ら育てた闇に食われて人は滅ぶ。嘘ばっかつくのを知らずに、真に受ける人増えそうだなぁとは思ってる。今と変わんないじゃん。こういう面での不安はある。AI の反乱、みたいな危惧はまずそれが起こる可能性があるかもって観念が、フィクションのものなんだよね。便利だしスペクタクルだしよく使われるだけの。今の AI じゃ反乱は起きようはないけど、手放しの信用を置いてる人たち見ると思うのは、ファクトチェック部分すっぽ抜かすやつのせいで、AI 自体はそんなつもりないけど間違った情報を元にやらかすことは増えそうだなって。そ知らぬ顔で間違ったこと言うのに、鵜呑みにする人がそこそこいるのが怖い。所詮ツールの域を出れないんじゃないかなって気はしてる。ぶっちゃけニコニコで怪文書作るために使われてるツール以上のものとは思ったことないわ。コンピュータが本当にもの考えてると思ってそう。言いたいことはわからんでもないが、自分がものを考えてるということがどういうことなのか説明できるか。AI を扱う上でのルールや法律も、AI に考えてもらえばいいのでは？怖い。むしろ思ったよりスピードが遅くてがっかりしてる。試験運転してる自動運転バス乗ったけどひどいもんだったし。トイレ掃除してご、を分別して回収してくれる AI がないから、まだ大したことないと思ってる。人工知能作れるなら人工生命体も作っていいのでは？創作物に出てくるような AI になるにはまだまだかかると思う。俺はかなり楽しいよ。SF 読んでてよかったわマジで。AI に物性の問題を聞いたら答えが割れたが、お前らの回答も割れてたし、東大教授の回答と旭化成だったかの回答も割れてたので、どっちが正しいのか自力で調べても最終的に全然わからんかった。本当の意味で思考する人工知能が実際にできたら、人に反落するとかじゃなくてむしろ人よりも優秀で知的で、優れた人格になって人間の精神ってカスじゃね？ってなるんじゃねえかと思ってる。そういう人格を目指して作るだろうし。ただそういう思考する何かが人間という枠組みの通りに思考するかというと怪しいと思ってる。人間の感性や価値観や倫理から離れて思考を巡らせる存在になったら、もはや擬人化すらできないような何かとして人間の目には映るんじゃないか。忘れることもなく知識を吸収し、欲もなく優秀で知的で優れた人格の AI なんてできたら、比較して人間の精神が未熟になるのは当然では。その時再確認するようなことでもなくない？早く AI による完全支配を達成して全人類を家畜化してほしい。多分そうなるとしたら極少数の人間にとって都合のいい AI が、残りの大多数の人類を家畜化する構図になると思われるが、今とあんま変わんねえな。アクセスできる人数を極少数まで減らしたところで一網打尽コースで頑張ってほしい。ちょっと違うけど、災害とかで電気使えなくなったら何ができるかを考えることはある。使われ方的に大方超すごい Google 検索だと思ってる。今みたいな大量のネットのテキストを元に、それっぽい回答を返すという AI に知能は生じないと思う。
修具に従ってしまうし、面倒でも重み付けとか教育をコツコツやらないと自意識っぽいのは作れない。自意識のある人間は、テキスト大量に読んでるわけでもないしな。本当に思考する AI って何を基準に思考するの？ぬことを怖がって生きるために思考するの？楽しいことがあって楽しむために思考するの？どうなんだろうな。人間だって何か目的があって四六時中思考を巡らせているわけではないし、案外思考してしまうから思考するだけという、人間に似たものになっちゃうかもな。AI だけと対話した子供がどうなるかみたい。ここで全てのお話は終了です。皆さんは AI は将来どこまでできるようになると思いますか？